後藤ふさのすけ11月14日から1924年7月31日は、八甲田雪中抗軍遭難事件での生存者の一人。足、手などに頭傷を負った。宮城県栗原郡、姫松村出身で、帰郷後に村会議員を務めた。後藤ふさのすけは、小作の逸尾として生まれた。1899年12月に陸軍に徴収される。 1902年1月、不評第五連隊の伍長として、八甲田山の雪中行軍に加わる。1月23日に、雪中行軍隊が出発したが、遭難した結果数日のうちに、大半の兵士が投資するという惨事となった。ほとんどの兵士は、倒れるか、道を誤り、総指揮官の上成分基地風評隊と二人だけの行軍となった。 神聖が倒れた後は、大尉の命を受け前後不覚となりながらも単身で、行軍を続けていた。1月27日午前10時ごろ、青森県青森市大滝平付近で、投資寸前のところを救助隊に発見され、行軍隊の遭難事故が発覚した。発見時の状況については、諸説あるが、遭難始末では、 過死状態で著立しているところに救命措置を施され、11分後に蘇生したとされている。また、そこから正方約100メートルの場所では投資した上生体が発見されている。抗軍隊の栗原軍出身者は18名いたが、他の17名は全員死亡した。なお、宮城県出身者は48名で、田代元湯で発見された。 村松文香五長と五藤を除く46名が死亡している。五藤は同年9月に帰郷結婚し子供も設けた。1906年7月23日、八甲田山で行われた自身の銅像の除幕式に出席したが、本人は照れくさかった模様である。事故後、五藤は両手両足を切断したが、乗馬を足しなみ、酒も飲んだという。 後に、栗原郡、姫松村の村会議員を2期務め、尊姓に携わった。1924年、来客と酒を組み交わしている最中に、脳一血で死去。墓所は姫松にあり、遺骨の一部は、遭難事故の犠牲者が眠る幸い畑陸軍墓地にも、祀られている。後藤ふさの助御町の像発行田山中の馬立場に、ある、遭難事件の記念像は、 発見時の後藤ふさの助をモデルにしたもので、後藤ふさの助五町の像、雪中興軍総難記念像とも呼ばれる。この銅像が立つ場所は、興軍二日目と三日目の露栄地の間にあたり、後藤の発見地ではない。この銅像は、当時の陸軍大臣、寺内正武の呼びかけによって集まった全国の将校からの寄付をもとに、大熊市博士によって制作されたもので、 上述の通り上幕式には本人も出席した。太平洋戦争の際には金属回収によって多くの銅像が撤去されたが、この銅像は供出されずに現在に至っている。1999年2月22日に青森市の有形文化財に指定された。文化財としての登録名称は、不評第5連帯第二大隊遭難記念日。 ありがとうございます。